回の大会で県大会ベスト8以上という目標を達成できなかったので、今回の関東予選総体でベスト8を狙い、スコーらしいバスケができるように頑張ります。いつも応援していただきありがとうございます。関東予選総体ではベスト8以上を狙うので、応援よろしくお願いします。はい、新人戦が終わってちょっと目標が見えづらくなっちゃってバラバラになったところもあるんですが、今は地区大会に向けていい雰囲気でやれていると思います。3年生にとっては最後の大会になるので、悔いの残らないように勝つ方らしいバスケットをして、後悔の残らないような試合をしてほしいと思います。